はい、ヒルビリホトック M キャストのマコネです。そう、まあ結構風は良くなってきたんだけど、今日は帰るときにちょっと失恋気分だったので、ちょっと事故が起こりまして、そう失恋気分だったので、ちょっとね、ふらふら歩きながら、帰り際にちょっとお話ししたいと思ってます。今ね、いつも働いてる、スポーツジムのプールの方を、プール、まあ、仕切られてるんだけどね。多分向こう側もこっち側も、あれみたいな感じで、お互い見合ったお兄ちゃんがいて、そう、スタッフのお兄ちゃんがいて、あれそう。まあ、ここね、何してんだろうって感じで見てたと思う。私も、ああ、結構やっぱスポーツジムのスタッフっていい体してんだな、と思いながら見てたから、なんか思わず目が合っちゃった。ちょっと恥ずかしかった。そう、今日、まあね、視聴者の方じゃなくて、まあ、いつもね、仕事の帰りに、土手の上でちょっとね、のんびりタラリンとしてるんだけど、まあ、その時にね、仲良くなった、おじさま、と、まあ、デート行ったのよ。うん。そう。で、その時に、そう、まあ、何回か、2回お会いしたことがあって、そう、まあ、2週間ぐらい前にお会いした時、そう、風邪なんて、大丈夫最近の風長引くみたいだから気をつけてねなんていう話をして、ありがとうございますなんか言って、で、まあ、また、4日ぐらい前にね、お会いした時に、そう、あれまだ風邪ひいてたの、うん、大変だねなんか言って、早く治さないとねなんて言って、まあ、世間話してるうちに、ちょっと仲良くなって、そう、仲良くなって、うん、まあ、これこれこうで、6月4日までに直さなきゃいけないんですけど、なかなかね、なんて感じで言ってたら、そう、そっか。まあなあ、まあ、そう、じゃあまあ、俺もまあ、今、現役リタイアして暇してっから、そう、昼ご飯でも一緒に食いっか、なんて話になり、そう、本当ですかみたいな感じで。でも、今月ね、いっぱいちょっと余裕なくて、まあ嬉しいんだけど、来月になったら一緒に行きましょうなんかいう話をしてたの。そう。そしたら、いいや、ご飯ぐらいおごってやるいや、みたいな感じで、そう、マジか、ラッキーなんか思って、そう、うん。まあ、あったかいもん食って、栄養いっぱいつければ、まあ、って寝れば、まだ若いからや、すぐ元気になるいや、なんか言われて、まあ、その気になっちゃって、うん。まあでもね、でもまあありがたいんだけど、まあ、16時間断食の真っ最中だし、そう、なんだろう、目の前に美味しいもん並んだらさ、私の意識なんかあっという間に飛んじゃって、断食中はね、まあ結構、本来は、ね、気遣って食べるもんね、選ばなきゃいけないんだけど、そう、もう寝る間際にもう暴走食いしちゃおうだったから、まあ気持ちだけで嬉しいですって、なんて感じで、まあお断りしたのよ。そう。そしたらさ、あ、そっか、まあ、ご飯じゃなくてもいいからさ、なんかどっか、デート行こうよ、なんて話で、もうぐいぐい来るから、マジ?みたいな感じで、そう、ちょっとね、嬉しくなって、ちょっと嬉しくなって、じゃあ、また私映画すごい好きなんだけど、まあね、映画もまた値段上がるし、まあちょっとね、うん、じゃあよかったら映画一緒に行きません?って感じで、そう、映画誘ったわけよ。そう。で、まあね、まあ私が、まあ初デートで映画でを誘うっていうのは、まだあるあるのパターンなんだけど、そう、あるあるのパターンなんだけど、おう、じゃあ映画行こうぜっていう感じで、今日行ってきた。うん。まあだから映画行くから、まあ映画館に、まあでもね、事前に言っといた、まあ仕事帰りだし、そう、すっぴんだけどいいみたいな感じで、そう、言ってたんだけど、まあ、すっぴんでも何でもいいぞみたいな感じで、まあ、お話ししてくれて、そう、お話してくれて、まあ、映画館行って、ご飯、ね、映画行ったついでに、やっぱご飯行こうよ、俺も腹減ったっけ、ご飯食い行こうぜ、とか言って、まあ、近くでご飯食べて、そう、帰ってきたところ、なの。うん。で、まあね、
ご飯断った時に、最初に断った時に結構、じゃあまあ、ご飯じゃなくてもいいから、いや、デート行こうよ、みたいな感じで言われたから、まあ結構グイグイ来るっけに、あれ、なんかちょっと、なんかあるみたいな感じの、私のね、私の勘が、ちょっと、もしかしたら、あれみたいな感じだったんだけど、まあそういう私の勘は大体勘違いで終わるっていうことを、まあ、今日久しぶりに思い出したっていうようなお話をちょっと愚痴りたいなと思って、まあ帰り歩きながらちょっと、M キャスの、収録をしてます。うん。まあ、初デートで映画っていうのは、まあ、私の中ではまあ結構あるんだけれど、まあね、クリアだけど、私はさ、男性好きだから、男性の人に、愛されるのが、愛された方が嬉しいよ。うん。そう。なんだけど、だけど、まあね、よく知らない人にとってみれば、まあ私のことをゲイだって思う人もいるだろうし、そもそも、女の子の格好をするのが好きな人っていう風に見る人もいるし、まあ、相手が私をどう思ってるか分かんないから、まあね、本音から言えば、ゲイだって見られるのも嫌だし、女装趣味の人だとか思われるのも嫌だけど、まあ、そう言ってるとね、出会いが全くないから、そう言い始めると出会いが全くないから、まあ、とりあえず私に興味を持って近づいてきてくれる人だったら、まあ、とりあえず、ちょっと、まあ、テスト。テストって言ったらごっこがましいけど、まあ、テストを、っていうことで、まあ、ちょっと一緒に映画行こう。映画に誘うっていうのは、まあ、私の中でよくあるの。うん。で、どういうテストかっていうと、まあね、映画館ってさ、まあ、今さ、長岡もそうだし、どこでもそうだと思うけど、まあ、事前予約、まあ、予約制だよね。だから、まあ、席全部決まってるじゃん。そう。昔々の私の小さい頃は、まあ、席全部フリーの映画館があって、まあ、私の、ね、地元だった映画館は、長岡の映画、昔の映画館はフリーだったんだけど、まあ、チケットで払って入ると、まあ、どこ座ってもいいって感じ、空いてるとこ探して座るって感じだったんだけど、まあ、今はね、もう席、あと、チケット買うときに席の番号を指定してって感じだ。だから、まあ、一緒に入るにしても、まあ、私もね、蚊がちっちゃい方じゃないし、まあ、肩と肩とかぶつかるのもね、なんか申し訳ないと思うからさ、まあ、一個二個離れてでも全然いいんだよ。そう。まあまあ、人と一緒に映画見に行くことないんだけど。でも、まあ、チケット買うときに、まあ、並んだね、席で取ってくれるわけ、取ってくれるとさ、まあやっぱ映画見てる間に、ちょっとね、真っ暗い中で手がさ、触れちゃったりとか、肩とかとか触れちゃったりとか、手が触れちゃったりとか、まあね、手がね、ちょっと、伸びてきたりとかすると、私はね、やっぱね、もう映画に集中できなくて、もうドキドキ具合が、まあ、マックスに上がるわけよ。そう、そう、うん。この人は、もしかしたら、まあ、恋愛じゃなくて、ただ、まあ、体だけの関係かもしれないけども、まあ、体と体の関係からスタートした恋愛でも全然いいと思ってて、そう。うん。だからまあ、ちょっと、ただの友達じゃない関係に一歩近づけられる人かなっていうのを、まあ、見定めるために、映画館っていうのは私の中のあるの、まあ、話なのよ。そう。うん。そう。まあ、で、まあ、一発目から飲み行ってっていうのもあるけどさ、そう、飲み行った先でもうさ、もうイケイケゴーゴーみたいな人は、もうその場で、その後もレッドゴーホテルみたいな感じの人も、まあ、
結構いるじゃん。そう、レッツゴーホテルならまだ可愛いけど、もう本当ね、カラオケボックスでもやたらベタベタしてくる人もいればさ、まあいろんなねタイプの方いらっしゃるので、まあ私はね、まあ私は映画館でお互いに確認し合うっていうのが、まあ、好きでさ。でまあ今日も映画館行って、まあどうかなって、まあ見てたの、見てて、あのまあ肩と肩はぶつかるし、まあね、あまあ普段自分ではポップコーン買わないんだけど、まあ、ポップコーンをお互いに食べながら、行きながら、見てたの。結構ね、シリアスな映画でさ、うん。そう、まあ、私自身が見たかったターっていう映画なんだけど、そう、ターの内容もともかく、あの私の中の心のドキドキ感は、まあ、ターどころじゃなくてさ、そう、あーみたいな感じでさ、そう、心の中の動揺をあの落ち着けよう、落ち着けようと思いながら、なんかあの私からね、あの手を伸ばせっていうのはちょっとね、あのしないの、うん、絶対しない。そう、なんか恥ずかしいし、もうそれでドン引きされたらさ、もう友達にもなれないからさ、だからまああの向こうから手が出てくるっていうのをまあちょっと期待しながらね、まあ、待ってたわけ、うん、でも待ってても、ポップコーンを取る手は伸びてきたけど、まあ私のこともなく、そう、まあ、見終わったと。そう、まあ私もまあ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 そうだよねみたいな感じで、そう、なんか勝手に盛り上がってた私がバカだよね、そうだよねみたいな感じで、もうねちょっとあの、まあ、その後ご飯食べ行ってさ、ご飯食べ行ってまた今度なーみたいな感じで、そう、まあ送ってくれるって言ったんだけど、まああのもう年齢上の方でさ、もうあの送ってみたいな人はさ、まあ、私はまあめんどくさいからさ、めんどくさいから、まあもうあのそんなのはまあどうでも、あの送ってって人はちょっとまあなんだなと思ったんだけど、うん、あのなんだろう、送ってくれるって言ったんだけど、まあね、家まで送ってもらうのもなんかね、そう。と思って、あのそのままさ、あのホテルにレッツゴーみたいな感じの雰囲気でもないの、そう、そのままホテルにレッツゴーみたいな感じだったら、多分映画館の暗い中でさ、そう、あの手を握ってくるぐらいのことは、まあ、あってもなと思ったの。だから、まあ、手握ってこられた上で、あのご飯食べた後に送ろうかなんて言われたら、うん、お願いなんて話になったかもしれないけど、まあ、そんなこともなく、なんか私の中でここで、まあ、ご飯食べるだけ食べて、そう、私の中で心の中で空回りみたいな感じだったから、まあ、ちょっと、そう、勝手に私があの妄想して突っ走っちゃったかな、みたいな感じで、まあ、ちょっとしょぼんとしてます。そう、まあ、まあね、そんな失敗は、まあ、数限りなくあるので、また、まあ、また映画見に行こうぜって声かけてくれたので、まあね、またお会いして、映画見に行ったり、ご飯食べたりとか、カラオケ行ったりとか、まあ、あの、ちょうどいい感じの、ちょうどいいバランスの付き合い方ができれば、まあまあいいかな。まあ、そのうちまた、いつの間にか、私に興味持っちゃったみたいなパターンでもいいしね。そう、まあさ、私、顔を伏せてるわけじゃなくて、動画でもバンバン出してるから、まあね、まあ、顔を脱毛してるわけじゃないから、まあ、時間経てばね、皮膚も生えてくるしということで、そんな、まこねが、ね、普通の、男性にモテるわけないじゃん、みたいな感じで思われる人もいるかもしれないんですが、私はね、特定の男性、まあ、性格、
性格ね、割合と女性に精神的に依存しちゃうタイプの男性に関しては結構ね、多少時間かければ普通に女の子しか好きじゃないっていう人でも、私に振り向かせることができる。そう、結構自信がある。そう、まあ、どういう風にって言ったらいいか分かんないけど、多分ね、女の子にはできないね、秘密のテクニックがあるの。多分ね、口で説明してもね、多分ね、理解できないと思うんだけど、まあ男性が女性に甘えたい時の甘えたいサインみたいのに、すぐ気づく。で、その甘えたいサインに対して、なんだろう、友達の枠を超えて、でも彼女でも奥さんでもない微妙な距離感で、うまくね、甘えさせてあげられるの。そう。それがどういう風にっていうのは、まあ、ちょっと、なんとも説明できないんだけどさ。まあ、そんなことを繰り返しているうちに、そのうち、そう、マコが女だったらなって言い始めるのよ。そう。そう言い始めると、もう、締めたもんよ。そう。まあね、しょうがないよ、なんか言ってるうちに、そう、まあ、距離感も、友達の距離感からちょっと、カップルまでいかないぐらいの距離感になって、まあその後、まあいろいろ繰り返し時間をかけていくと、まあそれがだんだん、まあこれでもいいかみたいな感じになり、でだんだん、もう性別なんかどうでもいいみたいな感じになってくると。そうそう、まあ、そういうなんかちょっと時間をかけた、まあのんびりな付き合い方も、まあいい、まあそれはそれで楽しいけどね。そう、なんかまあ最近はね、まあ左手は塞がってたけど右手は空いてたから、ちょっと欲を出しちゃったかな。左手の方も、まあ、私は付き合ってるつもりじゃないんだけど、彼的には、ちょっと付き合ってるのかもしれないと思ってるかもしれない。うん。そう。まあ、お互いにそこは確認したりもしないけどね。そう。でもまあ、左手の彼は、まあ、別居してるにしても奥さんもいい、娘さんもいいって感じで、まあ、娘さんも奥さんも、まあ、私と彼が、コンビニじゃなくて、スーパーで買い物をしているところとか、まあ、ばったりあって、そう、あ、友達なんだ、みたいな感じで、そう、みたいな感じの、ことは認識してて、なんだろう、うん、そう、まあ、面白い友達がいるのね、みたいな感じのことを言ってたりとか、まあ、彼にか言うには、まあ、うちの、神様娘も、俺の新しい彼女じゃないかって疑ってたんだよね、みたいな感じで、まあ、嬉しそうに喋ってるあたりが、まあ、こいつもなんかちょっと、まあ、それでもいいのかなと思ってるのかな、みたいな、そんなちょっと微妙な距離感の左手の彼氏がいる、彼氏のような男性はいるんだけど、まあ、右手はね、下がってるの、空いてるので、まあ、うん、そんな、あとで大変なごちゃごちゃにならないような、ちょっとすっきりさっぱり、フラットに付き合える方がいないかななんてちょっと思ってた時の感じだったから、まあちょっとね、そう、うん、ちょっと今日は私が焦りすぎたか、ちょっと、ね、やっぱ送ってもらえばよかったかなって喋りながらちょっと思ってるというのを向いて、うんうん、そう、ちょっと切なく悲しい気分。そんなわけで、ちょっとね、帰り、歌いながら帰ろうかなと思って、これから帰ります。今は、まあ、彼と、に声かけてもらったところで、ちょっと喋っていたんだけど、そう。まあ、昨日まで入れた曲とかを全部、抜いちゃって、今は、アニソンしか入れてないのね。そう、だからまあ、歌詞も、入れ替えてなくて、まあ、歌詞で今私の、パッて見れるので、まあ、歌詞があるのは、割合ともう、
気持ちよくなる、テンションを上げるような曲が多いんだけど、まあ、失恋の歌なんかをちょっと歌いながら帰ろうかなとか思ってます。まあ、失恋の歌だって私の中に入ってるのは何パーセント M ぐらいなもんなんだけどさ。そう。まあ、アカペラでね、歌いながら帰りたいと思います。勝手に盛り上がって、勝手に落ち込んで、そう、ほんと、アホやんって、まあ、思ってくれていいよ。そう、まあね、その中でね、ちょっと残念なことが二つあって、まあ、一つは、買ったばっかの靴に穴が開いた。そう、履いてから、まだ、3回ぐらいしか履いて、新しくおろしから、3回ぐらいしか履いてないし、まあ、ネットで買ったんだけどね。まあ、有名な、まあ、過去に、290円で、スニーカー売ってたりしたね。今でも、安いというのは780円とかで、まあ、靴が売ってたりするんだけど。そう、どっちかというと、部屋着とか、まあ、家の中の日常品みたいなのが、とか、もともと靴屋さんなんだけど、まあ、日常的な、ものを、扱ってる。そう、お財布にね、優しい感じの、まあまあ優しい感じの、通販で、まあね、6000円以上買うと、なんだっけ、送料無料になるみたいな感じでさ、そう、まあ、商品一個一個はそんな高くないんだけど、送料無料しようと思うと、まあなかなか6000円ぐらい。6000円ぐらい買うとね、結構、いっぱいなんかいろいろ買っちゃうみたいな感じのところなのよ。で、まあ、この靴は多分、いくらだったかな？1500円ぐらいだったと思うんだけど、まあちょっとね、履きやすいし、疲れないし、気分いいなって感じで、思ってたんだけど、まあ2回、3回履いただけで、まあ、穴が開いちゃうっていうのはちょっとね、さすがにこれはちょっとクレーム入れてもいいかなっていう感じの思いがあって、まあ今日帰ってから、写真撮って、そう、こうで、穴開いたんですけど、できたら、できたら、私の変えてください、みたいな、ちょっとわがままを言ってみてもいいのかな、みたいなレベルだと思って、まあ、とりあえず、メッセージを送るだけ送ってみようかな、なんて思ってます。うん。そう。でですね。うん。で、なんだ。そう、もう一つは、そう、まあ、急に痩せたは痩せたでいいんだけど、痩せすぎちゃってる部分があって、まあね、ちょっとお気に入りの、そう、ジーパンの生地のスカート、そう、ショーパン、ジーパンのさ、スカートなんだけど、なんか言葉出てこない。ジーンズのスカートってなんて言うっけ？出てこない。まあ、いいや、まあ、に、ちょっとね、下にフリルがついてるみたいな感じの、ちょっとお気に入りのやつなんだけど、そう、なんかね、急に痩せたみたいで、ベルトをしないで履いてると、ちょっと、歩いてるうちに、そう、ちょっとね、落ちてくるの、落ちてきちゃうの、そう。で、まあ、ちょっとね、お腹の上の方で、ちょっとふっと踏ん張りながら、歩いてないと、落ちちゃうみたいな感じで、まあ、ちょっとベルトしなければ、これはもう履けないなっていう感じになってた。それがね、まあね、そう、まあ、事前に履いてみる、見ればよかったんだけど、まあ、事前に履くこともなく、そう、まあ、仕事終わってから着替えた時に履いた、みたいな感じで、履いた時に、あ、やば、みたいな、ふうに思ったわけ。そう、まあ、それで、一つは穴開いちゃって、靴は穴開いちゃって、で、なのに靴に穴は開いてるわ、スカートは、ゆるゆるだわ、みたいな感じで、まあ、まあ、ね、そう、まあ、なんとなく、会う前にしょぼんとして、ちょっと今日具合悪いから帰るわ、とかで帰ろうかなと思ったんだけど、まあ、せっかくだからね、映画見て、みたいな、してるうちに、そう、まあ、空回りで終わったっていう感じです。まあ、そんなわけで、今日は、まあ、なんとなく失恋気分なので、ナンパ戦を歌いながら、まあ、帰ろうかな、なんて思ってるんです。もう20分ぐらい喋ってるのかな。
そう。まあ、いいよね。一旦途中で切るかもしんないけど、まあ、歌いながら帰ろう。失恋祝いってことで。いいよね。勝手に期待して勝手に失恋してるんだからさ。もう安上がりよ。さあ、行こうか。ああ、むしゃくしゃするわ。そう。うん。で、しかもさ、なんか、微妙に寒いのが腹立つよね。そう。日差しは強いくせに寒くて、空はすごいさ、なんか雲すごい綺麗なんだけど、まあ、人もいっぱい出てるよね、今日。そう。うん。まあ、帰って、そう、帰って寝る。もう多分ね、部屋に着く頃にはもうおやすみなさいの時間だと思うんだよね。もうお腹いっぱいだし。うん。そう、やっぱり送ってもらえばよかった。はあ、やれやれ。まあ、そんなわけで、ナンパ線から歌う。さあ、イヤホンつけてるんだけど、うん、収録しながら、音楽が流せないので、まあ、今日も生オケということで、いきたいと思います。はぁ、はぁ、なんとか切り替えなきゃ、なんかため息しか出ないね、今日は。ちゃんちゃん、そう。たかが恋なんて、忘れればいい。泣きたいだけ泣いたら目の前に違う愛が見えてくるかもしれないと、そんな強がりを言ってみせるのは、あなたを忘れるため、寂しすぎて壊れそうなの。私は愛のナンパ船。折れた翼広げたまま、あなたの上に落ちて行きたい。弓の底、ダメだな、なんか、感情が入り込まない。結局歌い始めたら、単純になんか読んでるだけになっちゃった。うん。いや、傘をささないと眩しいな、痛いな。うん。やり直そう。いや、それにしてもなんか今日、こう見ると太陽が綺麗だな、すごい綺麗。うん。まあ、最近太陽が綺麗な日なかったかな。太陽が綺麗って誰もわかんないよね。そう。太陽、雨で多分空気中の塵が全部雲に吸い上げられてるのよ。そう。で、雲に大気中の塵が集まってるから、雲の隙間から落ちてくる光ってすごくなんか純粋なの。で、純粋で、綺麗に照らしてるから、そう、この時期の泡を吸った葉っぱがすごくね、綺麗に映ってる。そう。どうしよう。写真撮っとこうかな。そう。うん。写真撮っとこうかな。ちょっと後で、土手のどっか歩きながら写真撮ろう。あれ？ちゃんちゃん、うん、よし、さあ歌いますか。なんか気持ちが切り替わったぞ、今の瞬間。そう、なんか、わざわざ失恋の歌なんかどうでもよくなってきた。なんか違う歌歌おうか。そう、うん。ですね。そう。あ、
そう、確かにね、確か、フランスだと思うんだけど、ムーンライト伝説、そう、セーラームーンのね、ムーンライト伝説を、ジャズにアレンジした、ジャズバンドがいて、そこのね、セーラームーンじゃなくて、ムーンライト伝説がすごいかっこいいの。でも、まあ、それをね、音声、ボーカルだけ抜いて、音声だけキャプションして、まあ、歌ってみようかなと思ったんだけど、そう、まあ、ザ・ジャズって感じでさ、そう、歌い出しとかが、まあ、いまいちよくわかんなくてさ、そう、これはちょっと練習が必要だわと思っているんだけど、まあ、そのね、ムーンライト伝説がこんな感じなの。そう、大丈夫かな？車の音が激しくて、そう、聞こえづらかったらごめんね。そう。こんな感じ、ごめん、あ、ごめん、違うの。ごめんね、素直じゃなくて、そう。あれ？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 なんかイメージ聞かないな。そう。まあ、すごいいいのよ。すごいいい感じの曲なの。そう。まあ、ちょっとね、いい感じの曲で、まあ、よかったら探してみて。ジャズ、ムーンライト伝説、なんかで、ね、YouTube で検索すると多分出てくると思う。うん。ちゃ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 んちゃちゃんちゃ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 んちゃん。ちゃ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 んちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃん。ってな。と、なんかね、おじさんが歌ってるんだけど、ごめんね、すな、おじゃなくて、夢の中なら消える思考回路はショート寸前今すぐ会いたいよチャ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 みたいなそんな感じのね感じですごいかっこいいんだよそうまあね私はね渋谷だからおじさんも歌ってるだけでまあそれだけでもかっこいいなと思っちゃうんだけどそういやなんかすごい素敵な光景を見つけちゃったそうもう一瞬明るくならないかと思います。そう。ああ、無理だ。ほんの一瞬だった。こういう日もあるよね。そう。それで、そのおじさんの、ムーンライト伝説がすごいかっこよかったんだって話をしたかっただけなんだけど、そう。まあ、それでね、ムーンライト伝説、まあ、ジャズアニメアニソンボーカリストを目指して私的には、まあ、外せない曲だよね。そう。さあ、今日はムーンライト伝説。そう、純情すぎる私のためにムーンライト伝説を歌ってながら帰るんだと思う。そう。まあ、いつもね、傘で、外の音がもう入ってこないように気をつけたんだけど、まあ、無理だな。今日はどんなことしても、車の音がいっぱい入っているんですけども、まあ、許して。いくぞ。ごめんね、素直じゃなくて。あれ、キーが合ってないな。ごめんね、素直じゃなくて。夢の中なら言える。思考回路はショート寸前。今すぐ会いたいよ。泣きたくなるよな、ミンナイト。電話もできない、ミンナイト。だって順調どうしよう。ハートは万華鏡。月の光に導かれ。何度も巡り合う。あれ、声出ないな。もう一度二人でウィーケン神様叶えてハッピーエン現代過去未来もあなたに首いたけそうあれなんか昨日もっと出てたのになんだなんで今日は出ないあ光が来るそう、光が来るわ。そう、急げ。ちょ、もうちょい。来た。
オッケーオッケーオッケーよ。いいね、いい感じだよ。でもまあポジション的に良くないな。そう、もうちょっとさっきのところで待ってればよかったわ。あ、こっちだったね。まあ、いつものね、好きな木のところでもうちょっと待ってよ。今日の条件だったら、今日の条件だったらちょっと待ってれば、いい光、綺麗な光で、写真が撮れるかもしれない。そう、行くぞ。そう、こんなシーン長かったっけ？どこ、まあ、最初から行こう。ごめんね、素直じゃなくて夢の中なら言える。いや、ジャズのあの曲が頭から離れないよ。まあいいか。ごめんね、素直じゃなくて夢の中なら言える。思考回路は消防寸前、今すぐ会いたいよ。泣きたくなるよな、みんな。電話もできない、みんな。ああ、ごめん。ずっとみんなって歌ったけど、ムーンライトとみんないなんだね。あれ、そう、もう何十年も、二十年経って初めて気がついた。あれ、そうだったっけ？まあいい。そう。ごめん。もう一回最初から行こう。チャ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 。ごめんね、素直じゃなくて夢の中なら言える。思考回路はショート寸前、今すぐ会いたいよ。泣きたくなるようなムーンライト、電話もできないミンナイト。だって順序をどうしよう、ハートは万華鏡。好き好きの光に導かれ、何度もめくり合う。あれ？星座のまばたき数え、占う恋の行方。同じ国に生まれたの、ミラクルロマンス。そう、これ歌いやすいんだよな。そう、私は。多分ね、もうちょっとね、キー上げれるよ。そう。もう一つ二つ、まあ、半分一つぐらい上げてみようか。そう。もう一度、ここまで上げたのに。もう一度、もう一度、二人で見えん。神様叶えてハッピーエン。現在、過去、未来も、あなたに、ここまで上げると歌えないな。そう、前これで歌ってた気がするけどな。そう、戻そう。もう一度二人でウィーケン、神様叶えてハッピーエン。現代過去未来もあなたに首だけ。出会った時の懐かしいまなざし忘れない。幾千万の星からあなたを見つけられる。偶然をチャンスに変える生き方が好きよ。不思議な奇跡クロスして、何度も巡り合う。星座の瞬き数え、占う恋の行方。
同じ国に生まれたの、ミラクルロマンス信じているの、ミラクルロマンス。あんま歌いすぎて、歌いやすすぎて、なんか全然発声してないわ。そう、歌いやすいけど、次行こう。次行こう。なんか、この間はなんかどっかで歌って撃沈した気がするんだけど、そう。エターナルウィンド。そう、森口博子さんのやつね。そう。3、2、1。まるで悲しみのかけらだわ。街を閉ざす銀色の、そう。なんか突然さ、メッセージが来て、ブブってなってびっくりしちゃった。まるで悲しみのかけらだわ。街を閉ざすガス色の雪。明日を探す瞳さえも。曇らせてゆくの闇の彼方。見知らぬ力に流されて。心がどこかではぐれてく。張り裂けそうな胸の奥で、鼓動だけが確かに生きている。あれ？うん。なんかさ、鼻の通りが良くなった気がする。そう、なんかね、昨日までのきつい鼻声の声じゃない。ちょっと良くなった気がする。あー、またいい光が来た。まあ、いっか。これを待ってると、いつまで経っても帰れない。光る風の中、聞こえてくる、あなたの声。Pray, don't pray, happy forever. その輝きを信じてる。青く煙る水平線、青く煙る、青く煙る水平線を、この目はまだ覚えているから、まぶた閉じれば帰れるの、暖かな時間思い出たち、あれ、あ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 れ、出ないな。繰り返す過ちがいつも、愚かな生き物へ変えてく。傷つくだけの生き方でも、涙はそうよ、決して気にせないわ。光る風の中、微笑んでる、あなたがいる。Pray, don't pray, happy forever. その眩しさを見つめてる。だって歌ってて楽になってきたもん。激しい痛みは誰のため？それがやっとわかる気がするわ。巡り合いはそう奇跡なの。幾億の星がさまよう空。ちょっと待って。そう、今絶好の撮影チャンスだわ。間に合うかな、間に合うかな。そう、急いでこのカメラ動け。あー、ダメだ。なんかすごい自転車の音。いいね、いい光だよ、いい光だわ。
こう、あれ、そう、ワンカット撮ってフリーズしちゃった。こんないい光でここ撮れるの久しぶりなのに。鳥の声が聞こえる。さあ早く起動して再起動し直した。振り返る。いや今日すごい人が多いね。あ、そう。なん、いや、そう。うわ最悪。まあね、まあまあ重たげのソフトを動かしてるからな。こっちを蹴ってもいいんだ。そう。間に合った。そう。さっきもうちょっといい光だったのにな。ショック。まあ、ハワイ系に雲でも撮ってよ。こう、ちょうどね、今撮ってる、あの、かなり向こうがいい光なんだよな。そう、あと、30秒ぐらい待ってれば、あの光が来るかもしれない。そう、あ、ちょっと近づいてるね。あと、30秒くらいかな。30秒かかんないと思うんだよな。そう。暗くなってきた。最低だわ。そう。あ、でも、30秒ない。あと、1、2分 ?1、2分か。どうしよっかな。暗くなってきた。あ、でもちょっと近づいていくっていう光が。光る風の中、微笑んでる、あなたがいる。Pray, don't pray, but be forever. その優しい、あれ全然違う方に光がずれてる。無理か。無理かな。まあ、いっか。そう。まあ、ちょっと撮れたからな。なんだろう。なんだろう。そう。無理して発生しないからかな。じゃあ、ダンシングフィードじゃなくて、そう。M を歌ってみようか。いつも一緒にいたかった。隣で笑ってたかった。ああ、カメラ消した途端光が来てるじゃないか。どういうこと？もう。季節はまた変わるのに、隣だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に、少しは慣れた曇りでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの、もう迷わないどうも、あれなんかなんか違うところ歌ってた。最初から行こう。いつもそう、いつも一緒にいたかった。
隣で笑ってたかった。季節は季節はあれ季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの。もう迷わない、思いならあなたを忘れる勇気だけ。ごめん、なんか全然違う歌詞を歌ってることを歌ってながら思い出した。あー来た、覚えている消せないアドレス M のページを、あのカラスが邪魔。見えた景色さえも今日は早い。星が森へ帰るように。お前だよ。さあ、いつもの子と違うな。いつもの子はもっと大きい、まだ若い子だ。そう、私カラス大好きでさ、そうカラスを見ると大体ね、ここら辺にいるカラスのボスカラスたちは見てすぐわかる。この子はまだ若いね。ほんと、多分私が近寄ると逃げちゃうよ。そう、ボスカラスたちはまあ私に慣れてるから、そう、近づいても全然平気だけど。そう、さあ、行こっか。So, once again,星が森へ帰るように。自然に消えて小さな仕草もはしゃいだあの時の私も、うんうんうん、あ、ここね。いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった、季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま。そう、やっぱりちょっと風声が治ってきたんだ、うん、まあ鼻水はまだ出るけど。出会った秋の写真にははにかんだ笑顔、ただ嬉しくてこんな日が来ると思わなかった。ああ、まばたきもしないであなたを胸に焼き付けてた。恋しくてあなたの声聞きたくて、消せないアドレス M のページを指でなぞってるだけ。 Oh, once again、 夢見て目が覚めた。黒いジャケット後ろ姿が誰かと見えなくなってゆく。 So once again、
んだった星が森へ帰るように、自然に消えて小さな仕草もいつまでもあなたしか見えない、私もなんか昨日より昨日おとといよりもなんか一つ二つぐらい上の声で歌えてるね。ってことは、ってことは、今練習しなきゃいけないのは、わかるよ、ダンシングヒーローなんだよね。さあ、ダンシングヒーロー、いけるか。もうちょっと橋渡り切るんだけど、橋渡り切るまで撮ってるな。タカタタタタタタカタカタタ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 タ、愛してるよなんて誘ってもくれない、キャンドルライトが素敵な夜よ、ガラスの靴なら星屑に変えて、真夜中のマリーゴーランついて行きたいの、今夜だけでもシンデレラボーイ、あれ違うな、今夜だけでもあれダメだ、このキーに合わせようとすると喉が焼けるそう、今夜だけでもシンデレラボーイ、 Do you wanna dance tonight? ロマンティックをさらって、Do you wanna hold me tight? ちょっと気取ったシンデレラボーイ、 Do you wanna dance tonight? 君のシューズで踊って、 Do you wanna dance tonight? ダメだ、これもう焼き切っちゃうと、そう、また2日間ぐらい辛い思いしなきゃいけない、そう、まあ、まあこの辺にしましょうそう、何、もう1曲くらいなんか歌って、そう、せっかく話を取り切りましたねあれ歌おうよ、ちょっと、そう、そばねじゃなくて、マドンナたちのならばじゃなくて、愛は時を超えて、うん、ちょっと、気分が良くなってきたんで、もうね、失恋、そう、勝手な失恋のもう思い出はもうない。そう、もう今日は大丈夫。そう、勝手な失恋はもう終わりました。そんなわけで、今日は、まあ、どれくらい喋ってんだろう。うん。一時間ぐらい喋ってんのかな?そう。愛は時を超えてを歌って、今日は素直に帰りたいと思います。そう。荷物下ろそうかな。背中を持た。やっぱ声がなんか良くなってきた気がする。そう。よく暮らせ。また今日も。武士の娘の、そう、杉本先生のところにマイクを置いて、そう、杉本彩子先生はね、日本人で初めてアメリカで、大学教授になった女性の先生です。はい、もともと新潟県長岡市長岡藩出身の方で、今その石碑がね、本の形を称したね、福田先生が作った、そう、福田先生が作ったモニュメント、のデザインだと思うの。福田先生っていうのは、今長岡にいらっしゃる方で、世界の三大デザイン賞を一人で取った、初めての日本人として有名ですね。まあ、デザインの世界で福田先生とっても有名。こう、ほんとメガネかけたね、ワインが大好きな気のいいおじちゃんって感じなんだけど、おしゃれなおじちゃんなのよ。さあ、今日はこれを歌って最後にしようかな。そう。ちゃん、ちゃん、さん、に、もう収録してるよね。そう。あ、そうそうそう。ちょうど1時間になりそうだね。まあいいでしょ。そう。ちゃん、ちゃん、ちゃん。
あなたの鼓動が私を、ちょっといきなり歌詞間違った。途中だったらもう諦めるけど、まあ最初だから最初からやろう。あなたのキーが違った。あなたの鼓動が優しく私を包む。言葉はもう何もいらない。微笑み見つめ合うの。星の瞬きほど儚い。命をもっと燃やしたいの。生まれてよかったと今初めて言えるから。あなたと巡り会えた喜びが私を励ますのよ。時を超えていつも心はあなたと生きてゆく。なんかちょっと前よりすごい歌いやすくなった。そう、さまよった日々も、あれ船が、信濃川に船が、あんなのは珍しいわ。そう、まあ、調査船だな。そう、もうちっちゃい二人乗りの重たぶあくびが出てきた。うん、おしっこもしたくなってきた。さまよった日々も未来に流す涙も、肩を並べ見上げる空にあなたは決してくれる。背中をそっと押されながら光の中へ歩き出すわ。私の行く道が遠くまで続いている。あなたと会えなくなる日が来ても私は忘れないわ。眩しすぎるこの瞬間をあなたと見つけたこと。何が違うんだろう。全力で声出してない？うん、そうね。あなたを、誰かを愛したい輝きが明日を忘れ。そうね、いつもこのテンションだね。そう、もう一回歌い直そうか。そう、ん？車の音がする。まあ、いっか。そう。といえばね、なんかいつの間にか知らないうちにセーブしてたかもしれないね。いくぞ。そう。こうしよう。はぁ、あ。やめるやめるって、なかなかやめない。そう。すいません。そう。今日も再現配信で、ね。3、2、あなたの鼓動が、優しく私を包む。言葉はもう何もいらない。微笑み見つめ合うの。星の瞬きほど儚い。命をもっと燃やしたいの。生まれてよかったと
今初めて言えるから、あなたと巡り会えた喜びが私を励ますのよ。時を超えていつも心はあなたと生きてゆく。いいなんか。さまよった日々も未来に流す涙も肩を並べ見上げる空に、ほあなたは消してくれる背中をそっと押されながら光の中へ歩き出すわ。私の私の行く道が遠くまで続いている。あなたと会えなくなる日が来ても私は忘れないわ。あれ急に音ってたね、うん、あなたと会えなくなる日が来ても私は忘れないわ。眩しすぎるこの瞬間をあなたと見つけたこと、ああ誰か怒鳴っちゃったああ誰かを愛した輝きが明日を変えてゆくの。逃げ出さない何があっても一人きりじゃないから、あなたと巡り会えた喜びが私を励ますのよ。時を超えていつもあなたここ心はあなたと生きてゆく。もう限界だ。そう、声が潰れてきた。成長したね。なんか自分の声がやばくなってきたのに気づくようになった。そう。そんなわけで、うん。やめようと思うんだけど。なんか、はぁ、はぁ、は、あ、そう、出ない。もう出ない。あ、わかった。そう。これ歌って出ないときはもう出ない。あはー、果てしない。夢を追い続け。あはー、いつの日か。大空駆け巡る。出てない。そう、まあいい。裏切りの言葉に故郷を離れわずかな望みを求めさすらう俺なのさ。見知らぬ街では期待と不安が一つになって過ぎゆく日々などわからない。交わす言葉も寒いこの街、これも定めと生きてゆくのか。今日と違うはずの明日へ、ランアウェイランアウェイ、今駆けゆく。
れくらいはっきりしてくれるか歌いやすいけどね。裏切りの街でも俺の心に火を灯す、わずかな愛があればいい。こんな俺でもいつかは光を浴びながら、きっと笑える日が来るさ。朝焼け静かに空を染めて、輝く火を受け生きていくのさ。溢れる熱い心を解き放し、ランナーウェイ今駆けてゆく。あは、果てしない夢を追い続け、あは、いつの日か大空駆け巡る。あは、いつの日か、あれ間違った。あは、果てしない夢を追い続け、あは、いつの日か大空駆け巡る。そう、歌い始めの絶好調の時だったら多分もう半音ぐらい上げられるんじゃない。そう、まあ、これ以上歌うと多分潰れちゃうから帰ろう。帰ってご飯食べて寝ます。そう、やっと風邪治ってきたのにこれで無理するとまた元の軒並みっていうことで、まあそんなわけで、そう、まあ勝手な失恋気分から、そう、勝手に復活して、まあだらだら、1時間半ぐらい喋ってきましたが、今日はこれで終わりにしたいと思います。まっこねえでした。またね、バイバイ。